かけつとむは、日本の教育者であり、実業家、学校の設置者。広島県出身。本人は、実業の立場及び、現場教員への配慮から自らを教育者とすることを、よしとせず、教育実業家を名乗った。かけ学園グループの創始者。同学園及び、関連学園の設立した各学校の初代理事長、初代学長、初代総長。 学校法人加け学園及び学校法人殉承学園の名誉理事長、名誉総長、学校法人英数学館の名誉理事長、設立した学校や学園の詳細は加け学園及び各学校の校を参照。1923年、広島県加茂郡水戸町に住人兄弟の末っ子として生まれる。一族の羊が、 道県北部の山形郡掛町であるがゆえに、掛の名字を持つとする説があるが、地元秋津町の歴史に詳しい頃は、掛家の源流が、秋太田町掛にあるという説については定かではない。近隣の水路工事や土地開発を行い、財を成して地主になったが、戦後の農地改革で所有していた土地のほとんどを手放した。と述べている。水戸町立水戸小学校から、 広島県立ただの海中学校を経て、広島高等師範学校を1943年10月卒業。ただの海中学の大先輩である池田隼人と付き合いがあったとされ、この関係で後に宮沢喜一の講演会会長も務めた、兵庫県立姫路工業学校に教諭として赴任。1944年9月、教育招集により陸軍へ、 福岡県小倉市の戦闘機工場で生徒たちの引率責任者の任につく。生徒たちの待遇の改善を求め、時に軍側責任者との対立も起こしたと言われる。終戦後、原子爆弾によって廃墟と化した広島の街を前に絶望するも、教育による日本の復興を誓う。1946年、広島分離課大学理学科数学に入学。 在学中に結婚。1949年卒業後、広島大学市の野目文工中学校に教諭として、赴任。1955年4月、広島市小町に予備校、広島英数学館を設立、館長に就任。同校が加計学園グループのルーツ。同校は、大手予備校が広島に進出するまでは、広島有数の予備校であったが、 大学受験生を奪われたため、後に通信制高校に転換した。1961年、英数学館で得た運営のノウハウを活かして、隣県の岡山県岡山市半田山の山麓に、年代の夢であった学校法人、加け学園を設立、理事長に就任し学校経営に乗り出す。学園及び、自身にとって最初の一条校となる、岡山電気工業専門学校。 現、岡山理科大学附属中学校、高等学校設置。国公立や伝統私学の硬直した体制では、できない学問を行える場所という理念のもと、よりリベラルかつ真にアカデミックな特徴を持つ、私学でしかできない柔軟な私学運営を目指したと、される。自らのザウの名として、道の一文字を掲げた。これは、高村光太郎の詩 童貞の除雪に由来すると言われ、自ら教育の道を切り開くとともに、子供たちの行く道を作り、また自らの説した道を通った子供たちが、自身の道を切り開けるように、との思いから掲げていたとされる。2008年5月3日、岡山理科大学ミト国際交流会館で密葬が営まれ、安倍晋三、塩崎康久ら政財界の要人を含む、約1400人が参列した。 6月28日、お別れの会が、岡山理科大学家系記念体育館、九州保健福祉大学、千葉科学大学の3会場で、同時開催され、合計3500人が参加した。1970年代後半から、各国の高等学術機関との交流に努め、ライト州立大学、フィンドレー大学、シェナンド大学、パラナカトリカ大学、パラナ連邦大学、 サンダーランド大学から名誉学位を授与されている。カけツトムは、戦時中、福岡県九国らしの航空機工場に勤務したことになっているが、当時の九国らしのソネ町にあった、ソネ飛行場に戦闘機工場や航空機工場の併設はなく、ソネ町には、学徒も動員され、満州に送る毒ガス弾を製造した、ソネ毒ガス工場があった。娘は、潤昇学園。 勇気学園、現理事長の掛計みや息子は、掛計学園、英数学館、現理事長の掛計光太郎。ありがとうございます。